皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、イザヤ43章の7節です。お読みします。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。アメン。皆さん、自分の人生の目的は何かということを考えたことがあるでしょうか。そしてその答えを持っていますでしょうか。どうでしょうね。人生の目的は何か、それを見つけるのが人生の目的ですという人もいましたね。でもそれはですね、あまりにもったいないと思うんですね。聖書ははっきりとあなたの人生の目的を言うんですね。私の名で呼ばれるすべてのもの、イエス様の名前で呼ばれる、神の名で呼ばれるすべてのもの、私たちのことです。それは私の栄光のために、神の栄光のために創造した。私たちが作られた目的、神様は何で私たちを作ったか、それは神の栄光を表すためだと、そのように言っているんですね。私たちはですね、誰が何と言おうと、あなたがどう考えようと、神様の栄光のために作られたんですね。このメガネはですね、誰かが考えたんでしょう。メガネを考えた人、ちゃんとですね、調べてなかったですけども、これを作ったんですね。それは、これを作った人が、そのですね、作った人の必要を満たすために、またですね、作った人間側の必要を満たすため、その作った人のために、これらはですね、作られているんですね。神様は私たちを作ってくださった創造主です。作られたものっていうのは、作った方のために存在する。メガネを人間が作りました。それは人間のためです。iPhone を人間が作りました。それはね、やっぱり人間のためなんです。神様は私たちを作りました。それは神のため、神の喜びのためであった。それを知っていただきたいと思うんですね。そして私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために作った。あなたは神の栄光のために作られました。反対に言うなら、あなたは神様の栄光を表すことができる存在ですよっていうことなんです。自分は足りないって思うかもしれない。なんて自分は弱いんだ、心が弱くて、いつも落ち込んで、へこんで、なんか自分のいいとこなんて見つかんない。そのように思う人がいるかもしれない。まあ、そんな人はいないかな、ね。もしかしたらいるかもしれない。でも、神様は、あなたは私の栄光のために作ったっていう。ということは、私たちを通して神様の栄光を表すことができるってことなんです。これって本当に良い知らせじゃないですか。自分なんてなんてダメなんだって思っている人。神様は、あなたを通して栄光を表したい。あなたを通して神の良さを人々に告げ知らせたいと願っていて、そしてその準備があるっていうことなんですね。私たちは神のために、神の栄光のために作られました。そして私たちを通して神の栄光を表すことができます。神様は私たちに良い栄光の表し方、それをすでに準備してくださっているんです。神様の前に、主よ、私を通して栄光を表してください。私を用いてください。私を作られた目的のために使ってください。そのように神様の前に出て、神の栄光を表したいと願うものにされていきたいと思います。神様、ありがとうございます。お一人お一人が神の栄光を表すために作られたこと、そして神の栄光を表すことができるものであるっていうことを教えてくださってありがとうございます。私たちはそのようなものになりたいです。私たちを用いてください。私たちを通してあなたの栄光が表されますようにお願いします。感謝し期待し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。神様の栄光が、神様の祝福がありますようにお祈りしてます。皆さんを通して神様の栄光が表されますように。アメン。神の祝福をお祈りします。God bless you.